ラウンド2豊浜です、とりあえず GoPro の使い方もよく分かってきて、スイッチオンしたらピッピッピッ、スイッチオフがピッ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 途中で分かんなくなりそうですけど、このビープ音でスイッチオンかオフが分かる感じでね、ちょっと風が温床になってきちゃってますが、今日は乗れるかな。もう暑いんでハイパンにトランクスです。サイズあるセットも入りそうですね。もうワックスがドロドロです。ワックスがもうね、熱くて、1時間ぶりのパーキングだったんで、この天気良くて多分綺麗に映ってるんじゃないですかね。いやー、風でちょっと波よれてますね。よいしょ。一応メディアを交換しました。まかり間違って、うわ、 GoPro なっちゃったとしてもお前たちの映像だけは残るようにしました。あー、この辺か。割れにくそうな感じですね。この豊浜のいいとこ、この空いてる感じですよね。割れそうで割れない感じかな。波予報だと朝は頭ぐらいだったみたいですけど、このよれがね、うまい人はいいんですけど、僕みたいなちょっとよれてる抵抗がね、難しくなっちゃったりして。でも本当にこの首からかけてるし、全然ストレスもなく、カメラついててもそんなに邪魔にならないし、パドリングでも全然一貫ボードに当たらないんで、結構いい感じかと思います。どうでしょう、どうでしょう、どうでしょう。割れないね。ああ、でもこの暑い中海に浸かってるのも幸せですわ。
みんな上がってっちゃいましたね。普通サーフィンって無言なんだけど、この GoPro でこうやって話してたりすると GoPro がない時でもなんか独り言言っちゃいそうな。いや、さっきの話じゃないけど、今車がドライブレコーダーなんか、ね、必須な時代になってきて、そのうちなんかサーフィンも GoPro つけててどっちが前乗りとかいう時代になったらめんどくさいなみたいな。これいやいや、久々のサーフィン、こら全身筋肉痛だな。どうだどうだ、割れんか。